クリスマスイブの奇跡はイギリスの SF ドラマドクター・フーのエピソード。2005年に新シリーズが始動してから始まったクリスマススペシャルの7作目であり2011年12月25日に BBC1 で初放送された。脚本はスティーブン・モファット監督はファレン・ブラックバーンが担当した。国際的には アメリカ合衆国の BBC アメリカとカナダのスペースでイギリスと同日にオーストラリアの ABC1 で翌日に放送された。本作では1941年のイングランドで異星人のタイムトラベラー11代目ドクターが未亡人マッジアーウェルと彼女の娘リリー及び息子シリルのクリスマス休暇の世話人を務める。ドクターは クリスマスツリーの下にプレゼントとして置いたポータルを介して彼らを雪の惑星に誘おうと計画するがクリスマスの前にシリルがプレゼントを開けてしまい向こうの世界へ迷い込んでしまう。シリルを捜索する中他の3人は惑星の木々がエネルギー資源として酸性部で溶かされる運命にあることを知る。クリスマスイブの奇跡はピアーズウェンガーが エグゼクティブプロデューサーを務めた最後のエピソードであり、同じ地位にキャロライン・スキナーが就任した最初のエピソードでもある。C.S. ルイスの小説、ライオンと魔女の要素をエピソード化し、モファットはドクター・フーのクリスマススペシャルの中で最もクリスマスらしいものに仕上げようとした。ブラックバーンも本作には魔法が込められていると感じた。 撮影は2011年9月と10月に行われ、いくつかのシーンは本物のアブロランカスターの機内で撮影された。イギリスでの視聴者数は1077万人で、クリスマスの日に3番目に多く視聴された番組となった。本作に対する批評家の反応は肯定的であったが、注目を浴びたコメディゲスト出演者ビル・ベリーとアラベラ・ウィラーが十分。 活用されていないと感じる者も,もいた。2011年12月6日、本作の前日端がオンラインで公開された。宇宙船の中で11代目ドクターは、話すと船自体が爆発するボタンを押しながら、タービスに電話をかけて、エイミー・ポンドに助けを求めるが、彼は自身の座標を把握しておらず、エイミーもタービスを操縦できないばかりか、そもそもタービスの中にもいなかった。 ドクターがエイミーにメリークリスマスと告げてボタンを離すと宇宙船は爆発を始める。終盤でエイミーとドクターが再会した際、地球ではドクター最後の日から2年経っていることが明かされる。リンカンシャーアビエーションヘリテッチセンターに保管されていた爆撃機ジャストジェーンが本作に使用された。クリスマスイブの奇跡は筆頭客本家圏。 エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットが執筆し、彼は本作を最もクリスマスらしい、クリスマススペシャルにしようとした。彼は、クリスマスは、ドクターの好きな日だ。すべてが明るく輝いていて、皆が笑っていて、馬鹿らしい帽子を被っていても誰も気にしないと考え、クリスマスのドクターを書くことが何よりも面白いと、主張した。物語は、C.S. ルイスによる、小説、 ナルギア国物語のライオンと魔女に部分的にインスパイアされている。モファットはドクター風とナルギア国物語の物語は子供たちが別の世界へ抜け出す、同じ衝動に由来していると述べた。ドクターがアーウェル家に屋敷を見せているシーンには幽霊の出る石炭庫のシーンも当初はあった。登場人物のベンガーとビリスはそれぞれもファットの同僚である、 エグゼクティブプロデューサーのピアーズ・ウェンガーとベス・ウィリスに由来する。この二人にドロクシルを加えた未来人三人組は西暦5345年のアンドロザニーの出身であるが、この惑星はザ・ケーブス・オブ・アンドラザニーに登場していた。ドクターは地球最後の日で9代目ドクター時代に遭遇したチームの森にも言及しており、彼らのうちの一人が 自分に好意を抱いて犠牲になったことを口にしている。本作に登場した複数の衣装。左から宇宙服、木の女王と王、収穫作業員。ドクトル風エクスペリエンスの展示。クリスマスイブの奇跡では、エグゼクティブプロデューサーとして、キャロライン・スキナーが初めて、そしてピアーズ・ウェンガーが最後に役職を持った。両者は、以前にも共同作業をしており、モファットは、 最もスムーズに引き渡されるだろうとコメントした。監督は、スキナーとドラマザフェーズで共同したファレン・ブラックバームが担当した。彼は、ドクター・フーでの仕事について、意識とスリルと興奮を同時に味わい、タフだと主張した。彼の気に入っているシーンは、冒頭と雪の惑星の場面で映画を制作しているかのように感じたという。作品の雰囲気について尋ねられると、 古典的なアクションアドベンチャーとティム・バートンのような魔法及び根底にあるサスペンス、緊張感、暗さがミックスして、とてもクリスマスらしくなっている、と彼は返答した。2011年9月、スペシャルの制作が始まっていて、同年10月中旬に撮影完了を予定していると BBC が告知した。BBC ウェールズによる強制解雇に対する24時間に及ぶ抗議により、 撮影は9月30日に中断された。宇宙船の通路を舞台にした冒頭のシーンは9月20日に、アスクマウス発電所で撮影され、騒音が激しかったためスタッフは耳栓を使わなくては、ならなかった。アレキサンダー・アームストロングの出演シーンは10月3日に、リンカンシャー・アビエーション・ヘリテッジ・センターリンカンシェア、アビエーション・ヘリテッジ・センターの爆撃機アブロ、 ランカスターのジャズとジェーンの内外で撮影された。灯台の外はグロスタシャーのディーンの森で撮影が行われた。俳優マット・スミスは本当に辛い撮影だった。夜に森の外から中へ、そして子供たちもいて撮影スケジュールも急な変更を余儀なくされるし休憩なしで撮影することもあったよ。夜中とかにお昼を食べるんだと語った。アレキサンダー・アームストロングは ドクターフーのスピンオフシリーズザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズでミスター・スミスの声役でレギュラー出演し、同じ役でドクターフー第4シリーズ盗まれた地球旅の終わりに出演した。木の女王役にはポール・ケイシーがキャスティングされている。過去にケイシーはドクターフーに字の終わりのウード・シグマ、ハウスの罠のネフュー、子連れのコンパニオンのサイバーマンなどさまざまなモンスターの 役で出演していた。ドクトルフーマガジンの特集記事では、マッチとシリル及びリリーはコンパニオンとして言及され、シリル役のモーリス・コールは、ドクターフーテレビエピソード史上最年少のコンパニオンとなった。ビリス役のアラベラ・ウィアーは三代目ドクターの別の再生体として、ドクトルフーアンバウンドのオーディオドラマエグザイルに出演していた。ウィアーは、 本作の役を打診された際に衝撃を受けたという。ドロクシル役のビル・ベイリーは、コメディチックな人間のキャラクターの役を与えられたことに、喜び、私が人間を演じるということは、簡単に表現できるということだ。もし私が、触手の生えた面をかぶったウードなら、面白さをもたらすのははるかに難しかったろうと述べた。クリスマスイブの奇跡は二0 1年十二月十五日に、 イギリスでは BBC1、アメリカ合衆国で BBC アメリカ、カナダではスペースで初放送された。オーストラリアでは ABC1 で12月26日に初放送された。イギリスでは視聴者数890万人を記録し、クリスマスの日の番組では第4位となった。タイムシフト視聴者を加えた視聴者数の最終合計値は1077万人に達し、 新シリーズでは、クリスマススペシャル及び全エピソードで、第3位となった。BBC アイプレイヤーでは2012年1月6日、までに43万4000回視聴された。アプリシエーションインデックスは84であった。日本では、ドクター風ニュージェネレーション第2シリーズとして2016年8月から、第6シリーズのレギュラー放送が、 アクスンミステリーにて始まり、クリスマスイブの奇跡もシーズン2の第14話として放送された。放送枠は9月15日午後10時55分からで、ドクター最後の日から続けての放送であった。本作は肯定的に評価された。ロッテントマトズでは発件のレビューに基づいて、レーティングが100%に達し、平均スコアは10点満点中7.75点を記録している。 ガーディアン氏のダン・マーティンは今までで最も小さいが最も魅惑的かもしれないクリスマススペシャルだと指摘した。彼は典型的なドーム型の宇宙船が宇宙に対してではなく家族の幸福に対する脅威として登場したと述べ他の時期ならともかくクリスマスだから完璧に感じられると締めくくった。彼はクレア・スキナーがエピソードをまとめており エイミーの登場でより特別なクリスマスになったと感じた。しかし彼は本作の発端が子供ちの大半はプレゼントをクリスマスの前に開けたがると知っていながらプレゼントを放置していたドクターの失敗によるものだったことに肯定した。デイリー・テレグラフのマイケル・ホーガンは本作に星4つ半を与えた。彼はコメディアンのキャストが使いこなされていないと感じたものの スキナーとスミスについてそれぞれ3時の言葉を送った。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは本作をクリスマススペシャル用の完璧な秘宝だと表現し、感動的な場面を特に絶賛した。同誌の DVD レビューでは、ベン・ウォルシュが本作に4つ星を与え、ここ数年で最高のドクター・フーのクリスマススペシャルだと表現し、環境メッセージが少し苦しかったが、 この突飛なエピソードに力を与える、中心的悲劇は胸を刺すようなものだったとコメントした。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、本作に期待していなかったにもかかわらず喜びの声を上げ、特にスミスの演技を称賛した。ただし彼は、エイミーとローリーのシーンを温まるシーンが次のシリーズでのコンパニオンの刷新を示唆しているとも指摘した。 ザ・ AV クラブのケース・フィップスは、クリスマス・イブの奇跡に A マイナスの評価を与え、前回のクリスマススペシャル、クリスマス・キャロルに肩を並べられると感じた。イグンのマットリズ・レイは本作を10点満点中8点と評価し、前回のクリスマススペシャルよりも、古典的、寛大的、伝染的にクリスマス風であると指摘した。彼は制作デザインと特殊効果チームについて、 まばゆいほど記憶に残る特殊効果を作った異質で緊張感のある異星人と曖昧なクリスマスの決心のいずれでもある冬のワンダーランドを作ったと絶賛し、さらには役のキャストがそのプロット装置の上を行ったと称賛した。しかし、ホーガンと同様にリズレイはベイリーとウィアーがアームストロングのように欠けているとコメントした。さらに、 翌年にリズレイは、お祭り騒ぎに少し夢中になりすぎていた。振り返ってみると、プロットが薄っぺらで、圧倒的なクリスマスの感覚がそれを過剰に、保証していたと否定的にコメントした。SFX のニック・セッチ・フィールドは、本作に4つ星を与え、スミスと演技とブラックバーンの、ドクター風監督デビュー及び特殊効果を絶賛した。しかし、彼は本作に悪役がいないことについて、 興味深い実験だが、クリスマスの日には理想的でなかったかもしれないと述べ、ベイリーとウィアーの森林レンジャーについて付け加えられたコミックリリーフのようだったとコメントした。英語圏では本作単体で DVD が発売された後、クリスマスの侵略者から最後のクリスマスまでのクリスマススペシャル10本をまとめたボックスセットドクトルフザ10クリスマス。 スペシャルズとしても2015年10月19日にリリースされた。日本語版 DVD は2014年12月5日にドクター風ニュー、ジェネレーション DVD ボックス2に同梱されて発売された。クリスマスイブの奇跡と2012年クリスマススペシャルスノーメンから選ばれたマレーゴールドによる音楽を収録したサウンドトラックが2013年10月21日に シルビアスクリーンレコーズからリリースされた。ありがとうございます。